阿部の橋駅18時10分発の吉野行き桜ライナーは、平素は夕方のラッシュアワーの時間帯であるため帰宅客でほぼ満席の状態で発車いたしますが、2024年1月3日は正月ですから、桜ライナーだけでなく一般電車の方も平素のように混雑することはありませんでした。